右手が回れ持った運勢とか。へえ、そうなんだ。古畑先生会ってないです。本当に長いんだよ。ツインテールは近いうちにしようと思ってます。ほんと長い。そう、めっちゃ長いんだよ。なんかもうちょっと短くてよかったんだけど。ちょっと今日結んでたからさ、下ろすとボサボサなんだよね。ボサボサ。ポニーテールしてたから。こんな感じです。あ、ツアーの話？あれ、ツアーの前だったもんね。宮崎は涙の表面張力。踊りました。表面張力。ソロでやったことがあるんですけど、一回。今回はルカとレオナちゃんと、あとミオマルと4人で踊りました。4人バージョンで。衣装はね、前回やった時と違ったんだけど、帽子はそのまま、あの前の時のやつかぶりました。なんか結構ダンス曲をやってほしかったみたいで、セットリスト決めてるマネージャーさんとかスタッフさんがね。だから何がいいかなってなって、表面張力やりました。映像、私も本番の映像見てないからどんな感じだったかね、分かんないんだけど、まあ、でも好評でよかったです。ツイッターとかで見てたら。2日目の、あの大分は「お乳の上履き」っていう NMB さんのユニット曲をやらせてもらいました。初めてやったし、 SKE でも多分初めて やらせてもらったのが、だからすごい嬉しかったです。可愛いよね。曲です。お乳可愛いよね。黄色の衣装が着れて嬉しかった。めっちゃ可愛かったです。キミちゃんとマリンちゃんと3人でやりました。最近なんか定期的に可愛いのができて嬉しいですね。ウィンブルドンはそうエコパでやった。嬉しい。うなちゃん、そうだから2日間で全然違うタイプの曲をやったので、楽しかったです。幅広くできていいよね。みんなもいろんなのが見れて楽しかったんじゃないかなって思ってます。2日間連続できた人とかも全然違う感じだったから。おにゅーのできたのよ、あなたの靴が汚れてたから、洗っても落ちない。
ベンマックス映り込み可愛い、可愛いよね。今日20歳っぽいって受けるまだ20歳じゃないんだけど、まだ19歳なんだけど。顔面強い、強くないです。セリーグの順位予想見てよ。お、嬉しい。野球本当に全然詳しくなくって、でもなんか順位予想をって言ってくださったので、どうしようと思って。お父さんが野球好きなので一緒に考えました。リップはコーラル系が好きなの。リップは昔はもうピンク、ピンクって感じだったんだけど、今は赤、赤ですね。お父さんは中日ファンですよ。てか昔は結構名古屋ドームに連れてってもらったりしたんですけど、動物の森もうすぐだね。確かに髪の毛また明るくしましたか。してないです。髪色はね変えてない、全然。ゆなちゃんとお揃いのスイッチ買うことにした。かわいい、グレー。でもグレーでさ出たっけ、グレー買ったんですけど私、スイッチのライトのね。でもなんかコーラルが出るって可愛かった、めちゃくちゃ悲しみ。村の名前何にする。確かにあれ一番悩むよね、村の名前ね。何にしようかしら。コーラルまで待てなかった、間違いない。最近牧場忙しくてねできてないんですよ。アイリス、アイリスちゃん今めっちゃハマってるんですよ。沼にはまってしまった。あれは沼です。かわいい。あれは沼です。かわいい。あかねちゃんの思うツボです。あの大分のね、大分の日の夜にあの YouTube でずっとアイドルを鑑賞するっていう会やってたんですよ、ひたすらね。そこでもうアイリス見てほしいってすごい言われて、私見たことなかったんですよ。もちろん存在はしてたけど見たことなくって、初めてちゃんと見たんですけどハマりました。アイリスちゃん行きたいです。ライブ、ビッシュも見た。ビッシュはチリさんにめっちゃ勧めまくったらハマってくれそうです。ミラクルパラダイス楽しかったよ。めちゃくちゃ見ましたね。レディーベイビーとかゾックとか、何見たかな。ハロプロも結構一通り見ました。ジュースジュースを紹介した、あと拳のアカペラと、何見たかな。ビッシュも見ましたよ。何見たっけ。
来月誕生日です。拳のアカペラいいよね、めちゃくちゃ見ますよ、こう負けちゃうんで。ゾックゾック行きたいんでしょ、ライブ。つりさんと話してます。今日誕生日です、おめでとう。2月27。あ、そう、イコラブ見ればよかったねって後でね、後悔した二人で。ちいさんはね、結構幅広く好きなんだなって思います。話聞いてて、なんか、うん、嬉しい。今日もね、あの一緒だったんですけど、お仕事なんだっけ、なんかおすすめの映像を見せてもらいました、アイリスちゃん。行きたいですね、ライブいろいろ行きたいです。でも今日は結構待ち時間あったので、ずっとビッシュのライブ見てましたね、 YouTube で。そしたら低速になりそうです。見すぎ、 YouTube 見すぎ。髪色好き、ありがとう、嬉しい。 Wi-Fi がね、調子悪かったんですよね。だからもういいやと思って切ってみちゃった。まあ、でもあともう数日なんで。髪色何色ですか。ほのかにピンクが入ってる感じでって適当すぎ、適当すぎる、本当にごめんね。九州楽しかったね。今日の洋服はこれいつかな、今年のじゃないです、でもメリージェニーだけど。最近どう？最近？最近でもツアーで充実してました。今使ってるリップは、今日何使ったっけ？あの流行りのティント使いました。なんだっけ、ロム&みたいなやつ、なんだっけ名前忘れた。大分泣けた、泣いた。あれね、え、そうあるよね、あの流行ってるやつ忘れた。女の子詳しい。絶対行く。俺も泣いただって最近アイス食べた？アイス食べた、あの大分の日の夜にアイドル見ながらアイス食べました。そういえば花粉症じゃなくてよかったね。うん、花粉症じゃないっぽい。血液検査とか何もしてないけど、多分普通になんていうの、風邪でしたちょっと前の話ね。
ガリガリ君のピスタチオ食べてない。美味しいんですか？最近カラコンしてないです。もう多分在庫切れです。家にカラコンない。ヨーグレップのマンゴー味に出会えるのか。そうなんだ。あれどこに売ってんだろうね。コンビニとかに売ってんのかな。わかんない。私も自分でね買ってないからわからんです。エゴさんの涙見たらこっちも涙出てる体勢になったじゃあ今相当涙もろいですね。ほんと涙もろい最近。めちゃくちゃめちゃくちゃ涙もろいです。うん、この角がいいな。人の涙見ると涙出てくる。もらい泣きってこと？